激レアさんを連れてきた未公開トーク。今回は初登場の宮沢ひよさん、堀田茜さんの未公開トークをお届け。まずは宮沢さんが酔っ払ってとんでもない買い物をしちゃったお話から。さあ、宮沢さんは激レアさん初登場です。はい、初めてです。よろしくお願いします。この番組のことはご存知でしたか？もちろんです。嬉しい、はい、これ毎回聞くんですね。毎回聞くんですよ。そうなんですよ。すいません、初登場の方には聞いてます。ありがとうございます。今回宮沢さんをお迎えするにあたりまして、ちょっと番組で勝手にリサーチさせていただいたんですけれども、はい、朝ドラの撮影終了後断捨離をしたっていう。もともと結構荷物というか物が多かったので、はい、ちょっと作品が終わったタイミングでいろんなものをこう捨てようと思って、はい、結構がっつりも本当に必要なものだけを置いている状態ですね。はい、やっぱ朝ドラの最中やっぱ忙しいからなかなか勝たせない感じなんですか？そうですね、なんかストレスで結構物買っちゃったりとか。でもめっちゃハードって聞きますよね、朝ドラって。週に多い時6日間撮影があるので、やっぱ自分の時間がなかなか取れないので、なんか買うことによってちょっと発散。それ買ったものでいうとどういうもの買ってたんですか、ストレス発散で？それでちょっとレアな体験を実はすごい繋がってきましたよ。なぜなんか先回りしちゃうような質、ちょっとトークのマナー違反ありましたよね。ちょっといろいろこう、まあ、買って断捨離を始めてるタイミングではあるんですけども、はい、まあ、お酒が結構好きで、最近ナチュラルワインっていうものにハマっていまして、夜こう飲みながらテレビとか見ていて、飲むとちょっと買い物やっぱしたくなっちゃうので、携帯のサイトでショッピングサイトでワインを買おうと検索していたんですよ。で、あれ怖いのが関連でいろんなものが出てくるじゃないですか。確かに。ワインオープナーとか、なんか世界のワインとか出てきて、その中で一つとんでもないものを買っちゃって、ワインセラーを買っちゃいました。それはさ、いくら酔っててもさ、ワインセラーはさ、その家の幅も取るし。確かに。そう、何も測らずに、これいいと思って、今僕これが欲しいって思ってポチっちゃって、3日後に巨大な箱が届いて、今家のど真ん中に巨大ワインセラーが。いやー、スケジュールをしっかり管理しないとワインセラー買っちゃうよ、もう一個。続いて堀田茜さんがインスタグラムの DM で恐怖体験。さあ、そして激レアさん常連研究員の堀田さんもよろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに堀田さんは前回から新しい激レア体験って増えましたか？はい、私何回か実家を引っ越ししてるんですけど、その中でもすごい中学高校っていう青春時代を過ごした一番長く住んだお家があって、そこから引っ越して5年、まあ、数年経ってて、である時インスタの DM 見てたら、なんか見覚えのある写真とともにメッセージが来てて、実家の写真のだったんですよ。怖っ。でも怖い話ではなくって、よかったよかった。今んとこ怖いです。すごい怖かったです。違うんです。そしたらそこに住んでいる方が、なんか私のそのなんかの手違いで私の名前でその郵便物が何回もずっと届いてたっぽくって、でしかもそれも展示会の案内とかそういうものだったから私じゃないかってなって、ここに住まわしてもらってるものですみたいな。その後もなんかその夫婦の方がそのお子さんも最近生まれたばっかっぽくって、そのお子さんの写真とかも送ってくれたりとかして、仲良くなっちゃってその謎の成長記録を今見届けてる途中です。激レア。そうなんです。そして本編では看護師と洞窟探検家の二刀流をやっている人が登場。未公開は本編に収まりきらなかった洞窟探検トークをお届け。さあ、ここまで皆さんね、洞窟の、まあ、嫌なところ、いいところ聞いてきましたけれども、さあ、行きたくなった人。いやー、もうますます行きたくないね。あれ、恐怖心、恐怖心。でも宮沢さんね、川の研究されてたって、はい、まあね、似てますよね、地形的には川ね、洞窟ね。ちょっと違う気がします。違う、全然違いますよ。なんで生かそうとするの、宮沢さんを。いや、言ってほしいね。はい、素質あるかなと思いますね。はい、いや、もう3時間特番だろうね、宮沢さん。確かに宮沢ひよる
費用がいやだ。いやでもパニックにならない自信はあります。どうですか。いや僕多分すぐパニックになっちゃうと思います。そうですか。1日とかギリ1泊ならいけるような気がするんですけど、はい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 、2、3日以上は多分もう無理かもしれない。1週間とか行ってたらワインセラー頼んじゃうかもしれないですね、うん、確かに。でも電波ないから大丈夫です。電波ないから日帰りとかもありますもんね。そうです。なんであの日帰りでもあのご希望の一泊二日でもご用意できるんで、あの宮沢さんに沿った洞窟をちゃんとチョイスするので大丈夫です。はい、はい、はいって言うしかないですよね。あの目で言われたら俺も早くアークから出たいもん。地下3階からね。はい、堀田ちゃんはでも結構行って、うんうん、パニックはどうなの。やっぱパニックにはなるんですけど、まあ、慣れる気持ちは正直わかりますね。あ、そう。だんだん徐々に徐々に慣れてくるし、その中での快適さをやっぱ見つけようとするじゃないですか。細い道を通って大きいあの洞窟に出てみんなで集まって寝るときすっごい安心しそうだなって思ったりとか。その通りなんです。だからなんか 今お話聞いてて、えすごい堀田さん洞窟のこと分かってらっしゃると思って洞窟行けますね。誘い込みがふと思ったけどいつから堀田ちゃんで洞窟入るようになったねえ。モデルさんでね。あれあれ気づいたらおかしいでしょ。この3人並んで芸人より行ってるっていう。確かに確かに。